ベンゼンの構造。電子の非極在化が丸によって示されている。科学において、非極在化電子は、単一の原子あるいは共有結合と結びついていない、分子、イオン、固体金属中の電子である。この用語は、一般的に異なる分野では、若干異なる意味を持つ。有機化学では、これは、協約系及び方向属化合物における共鳴を、意味する。 固体物理学では、これは、電気伝導を容易にする自由電子を意味する。量子化学では、これは、複数の隣接する原子にわたって広がった分子軌道を意味する。ベンゼンの単純な方向間において、C6 間にわたる6つのパイ電子の非極在化は、しばしば丸によって図示される。6本の CC 結合が等距離であるという事実が、この非極在化の一つの現れである。 原子化結合法では、ベンゼンの非極在化は、複数の共鳴構造によって表される。非極在化電子は、固体金属の構造にも存在する。金属構造は、非極在化電子の海の中の整列した非イオンからなる。これは、電子が金属構造中の至るところを自由に移動できる、ことを意味し、導電性といった性質が生じる。ダイヤモンドでは、 それぞれの炭素原子の4つすべての外殻電子が共有結合した原子間に極在化している。電子の移動は制限され、ダイヤモンドは電流を伝導しない。グラファイトでは、それぞれの炭素原子は4つの外殻エネルギージュニーのうち3つのみを平面内の隣接する3つの炭素原子との共有結合に使う。それぞれの炭素原子は1つの原子を 電子の非極材系に提供する。これも化学結合の一部である。この非極材化電子は平面内の至るところを自由に移動できる。この理由のため、グラファイトを炭素原子の平面に沿う方向への電気、電動率は高いが、平面から垂直方向への電動機構はホッピング電動となるため電動率は比較的低い。標準的非経験的量子化学手法は、 一般に分子全体にわたって広がり分子の対称性を有する非極在化軌道をもたらす。極在化軌道は次に非極在化軌道の線形結合として乱すことができ、これは適切なユニタリ変換によって与えられる。例えばメタン分子では、非経験的計算は4つの分子軌道に結合性の性質を示す。これらは5つすべての原子間で一様に電子を共有している。 4つの分子軌道には2つの軌道順位が存在する。1つは炭素上の 2S 軌道から形成される結合成分子軌道、炭素上の個々の 2P 軌道から形成される三重に縮退した結合成分子軌道である。原子化結合法における個々の結合に相当する極在化 SP3 軌道はこれら4つの分子軌道の線形結合から得ることができる。ありがとうございます。